じゃんじゃかじゃーん、はーい、絶好調の荒木ですね。実は私今本日大分県中津市山国町のね、国道212号線を車でぶらりぶらりと、散策を兼ねてね走行していました。で、212号線からちょっと一歩入り込みまして、細い道をずっとこう山道を走っていたんですよ。そしたら見つけました。めちゃなんか気になるね、神社の階段ですね、石段ですね。はい、これね結構なんか続いていそうな感じだし、そしてね本日実はねむちゃくちゃ朝からね雨が降ってまして、もうね降水確率 90% よ朝から。だからもうほんと土砂降り状態で、今時刻がねもう16時なんですけどもね、ほんとつい先ほどまでは大雨が降ってました。なのでもうね道路やこの石、いろんなこの草木などもねこの雨に濡れてますけどもね、ちょうど雨が上がったの でそのタイミングでこちら見つけましたので、ちょっとぶらり散策させていただこうかなと。それも突撃ね、ちょっと神社名もわからないです、私まだ何一つ調べてませんので。でね、ちょっと画面の最初にね、はい、ちょっと参拝させていただきましたけどね、なんかこのほのぼのしていいなと思ってですね、もう本当に今から参拝させていただきます。ありがとうございます。はい、では早速ね見てよ、まずこの雰囲気良くないこの感じで、鳥居のすぐ横になんかものすごくこの大きな木がねそびえ立ってるの分かります。こちらね多分これ御神木じゃないの、こんだけ大きく育ってますからね。そんなことも気になりつつ、早速この石段を上がって、はい、向かっていきたいと思います。本堂にまでで。いやー、でもなんかめちゃめちゃなんか感じがいいっていうか、このね、ねえ、一段一段ちょっと踏みしめながらね、ちょっと上がっていきますよ。はい。ねえ、このほら見て、石段をね、一段一段とじわりじわりとね、今上がっていってますけどもね、どうです、この雰囲気。あら、ちょっと途中からちょっと階段になってなくね、なんかこの枠組みの中にたくさんの大きな石がこう敷き詰められていて、なんかパッと見なんだこれ、道に階段、石段から階段がこう通路のような感じのね雰囲気になってます。初めて見たかも。見て、ちょっとほら鳥居までのねこの道筋っていうのかな、石段か途中からこのなんていう、これ通路って言うんです。あのね神社名こちらで明記してました。はい、ここ若八幡と明記してますね、刻まれてますね。っていうことは、ここは、和歌って読むか、ちょっと読み方がまた別にあるかもしれませんので、それはまたね、この動画アップするときに調べて、載せたいと思います。うおー、すげえ。ちょっとね、やっぱりそうだ。和歌八幡って書いてますよね、このね、鳥居のね、後ろにそびえ立ってますね。この木見ていただけます？まずこの根元から。すごいな、この、これ御神木でしょう。ねえ、これマジ御神木ですよ。どれほどの大きさかって。いや、鳥居のね、先に見えておりました、こちら。巨木、すごい。でね、ぐーっと下まで下げますけども、ほら。ねえ、これ御神木でしたよ。いやー、この大きさ半端ないな。これすごいですね。いや、どれほどの大きさかってでしょう。ね。はい、今からね、皆様にこの大きさ伝えますよ。ね。よいしょ。はい、では皆様ご覧ください。この大きさです。ね、私が手を伸ばしても足りないほどのこの木の大きさでございます。すっごい大きな御神木ですね。
いやー、ありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、素晴らしい。もう出だしからもうすごいね、この感じが。めちゃくちゃでかかったですね。大きなね。はい、ではさらにね、ちょっと進んでいきますね。いやー、はい、一つ目のね、鳥居をくぐりました。で、鳥居をくぐってすぐ横にはね、はい、大きな今ね、ご神木の大きさを見ていただいたと思いますけども、すごいなー。で、一旦ね、あら、左右にね、道路が出てきましたけども。ちょっと本日はやっぱね、雨がずっと降り続いてましたので、この雨雲がぎっしり空一面を煽っております。煽ってじゃないか。覆っております。で、天気がいい日でしたらね、この山のね、この木々の緑が生い茂ってすごくね、綺麗なんですけどもね。まあ、こんな環境下の中でちょっとね、わ、綺麗綺麗、ほら、もう梅が咲いてるよ。ねえ、もう梅の花なんか見る。うわー、綺麗だー。ねえ、うわー、でも神聖なこう空気が流れているというか、まあ、この山あいのやっぱこの空気冷たくて気持ちがいいし、わ、この左手に見えるこの、石の、なんでしょうね、なんか。なんで書いてるかちょっと読めませんけども。あ、ほら、ほらほらほら、目の前に、まためちゃくちゃ感じのいい、ほら、石畳っていうかな。石段、階段じゃないですけどもね、石をこのこうぎっしり引き詰められたようななんかね、道が、続いてますね。で、灯籠があるってことは、奥に鳥居が見えてますよ。これ神社だ。わ、感じがいい。めちゃいいなぁ。いや、すーごくいいなぁ。はい、正面見ていただけますか。石段がね、ずーっと続いているんですよ。ねえ。はい、今正面ですね。ではね、さらに登っていきます。ちょっとね、この石段ちょっと見ていただけます。ほらね、先ほどほら鳥居途中からね、石の石段階段がね、こういったこう通路のようになってましたけども、同じようにこちらもね、たくさんのこうぎっしりとこの石がね、はい、敷き詰められた石の通路っていうのかな、なんて言うんでしょう、これ続いてますね。え、うわ、ただね、あの足場がツル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 滑るや、今日はやっぱ俺雨が降ったでしょ。で、ちょっとほら、このね、石肌にもね、岩肌にもあの苔などが生えてまして、滑るな。うわー、でもめちゃくちゃ雰囲気がいいな。ここなんだろう、あ、若八幡で書いてましたけど、ちょっと読み方がね、若の、若いのあの漢字がちょっとまた別の読み方があるかもしれませんので。ねえ。いやー、うわー、なんかすっごいなんかこのね、神秘的なこの風情感じるな。特にこの雨が降ってやっぱこう濡れると、より一層この神秘性が増しますね。なんだこれ。いや、逆に今日雨降ってたからよかったかも。びっしり濡れてて、石段のね、はい、目の前に今鳥居がね、見えてますけども、鳥居のすぐ手前のね、この左側、こちら見てみよういただけますか。なんかたくさんのこの石がね、積まれてまして、うわ、またして苔が生えてるけど、この苔のね、色合いめちゃくちゃいいな。風情があるな。やっぱこれ雨に濡れてるから色合い綺麗ですね。苔のね、グリーンがギューッとこの、ねえ、ギューッとなんだ、綺麗に輝いております、グリーン色にね。わあ。ここもね、
おかみさまがね祀られてました。うわ、神秘的だ、神秘的ですね。ありがとうございます。うわ、感じめっちゃいいねえ。はい、ではね、一段でさらに、うわ、ほらね、鳥居が現れましたけども、よいしょ、うわいい、うわマジめっちゃいい。ちょっとね、あのね、鳥居ぐーっと下げ、カメラ下げましてね、あの2体のね、例えばあの神社で言えば、あの狛犬様が祀られてると思いますけども、狛犬様らしき、なんかこうの、この、多分まあちょっと体、胴体、半分に折れてますけども、これ、もしかしたらその昔、狛犬様のように彫られてたのではなかろうかなと。こちらの今、鳥居から見て左側ですけども、この右側見てください。こっちの方がより一層狛犬様らしさが、ねえ、どうです？うわ、目ん玉丸っこくて可愛いデザイン。ねえ。どうですか？この、これは明らかに狛犬様ではなかろうかなと思わせるようなこのね、デザイン。かろうかね。ねえ。こちらと。はい。で、最初にね、写しましたこちらですね。これがあの2番目の鳥居にね、はい。祀られてましたけど、まだね、続きますよ。続きます。うわぁ、あ、ここは、これも和歌って読むから、和歌八幡なんて読むかちょっとわかりませんよ。ではね、二つ目の今鳥居をね、はい、くぐっていきます。はい、くぐりましたね。はーい。よし、だからね、いやーわあ、すごい、なんか、ああ、ここもまたすごく風情があるね。雰囲気ですね。はい、ねえ、森林にこう囲まれた。はい、目の前に見えるのが多分本堂ではなかろうかなと思います。では、さらにね、進んでいきますよ。ねえ、雨が降ってますのでね、石が濡れてまたね、すごくこのね、風情が醸し出されているというか、この雰囲気でしょう。ねえ、じわりじわりとね、この進むこのね、この雰囲気もちょっと味わっていただければ楽しいでしょう、皆さん。あ、ワクワクされてますねえ。はい、一段上がっていきますよ。ねえ。いやねえ、はい。今上がってます。よいしょ。うわー、開けてるです、開けてるですってなんだその言葉は。うわー、すごいなー。あのね、今上がってきましたけども、こちらでも左右に狛犬様がね祀られておりまして、多分照明が本堂ではなかろうかなと思います。そのまま進んでいきますけど、よいしょ。うわー、うん、大きな穴の上部がこうくり抜かれてまして、その横には、はい、狛犬様が祀られてますけども、狛犬様です。ありがとうございます。で、実はこちらほら、だから左右にこの石を置いてますね。この上がこうポコッとこうくり抜かれたね、石がですね、こちらの狛犬様、あら、ちょっと顔の表情がちょっとなんかお互いにこう違うような感じもしませんけども、はい、通じちゃったでございますね。ありがとうございます。でね、結構広いですね。広々とした、はい、空間が広がっておりまして、この自然豊かな。うわー、で、またここまでほら、見てこの木々に囲まれたこの、これいいですね。あら、神秘性が。はい。はい、ではこちらが本堂かな、になりますね。そっか。屋根からご覧ください。ではね、じわーっていきますよ、本堂。ちょっと撮影していきますよ、皆さん。
よいしょ。ぐーっと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 。はーい。どうです？かっこよくね。かっこよく撮影しないとですね。ねえ。妻はね、どーんと正面からだけ撮影してますけどもね。はい。このいろいろな角度から見るのがいいんですよね。はい。で、このね、鈴がございまして、はい、正面ですね。正面には、はい、若八幡と明記してますね。 座り込んでさせて。ね、参拝を。本日参拝させていただきます。ありがとうございます。はい、ではね、今度本堂のね、左側から撮影していきますよ。じわーっとこのね、屋根の骨組みなんかもちょっと見ていただけます。すーごいこの柱が入ってまして、これまた見応えがありますね。いやー、素晴らしいなー。ねえ、ぐーっといきますよ。はーい。やっぱね、でもただ、もら木材建築ですので、やっぱ雨風にね、さらされますので、結構この前、やっぱ老朽化はしてますけども、でもこの歴史風情感じるなー。ねえ、すごく感じますね。はーい。でね、この壁にも神様ね、なんかがね、飾られております。ねえ。こちらでお住まいの学校の方かな。あら、さらに奥に続く、なんか奥の院でしょうかね、ありますけども、ちょっと足運ばせていただきましょうか。いや、雰囲気 いや、でも本当歴史すごいな。はい、ではさらにね、行きたいと思いますけども。ねえ、風情があるな。はい、奥の院かな、こちらはですね、あ、お稲荷様が祀られてます。奥はですね、稲荷様ですね。よいしょ。はい、待っていきます。お稲荷様がお祭りされてました。すいません。風情と調子があります。ありがとうございます。でもこの環境がすごくいい。めちゃくちゃいいですね、環境がね。この雨降りのね、苔景色っていうのかな、この苔。ちょっといいな、苔もね、素敵でしょう、色合いがね。はい、ではね、ちょっと後にいたしまして、お稲荷様を後にいたしまして、でね、はい、降りて左側にはね、はい、今見ていただきました本堂でございますけども。いやー、
あら、向こう側って川かな。なんかこの川のね、流れっていうか、このせせらぎが聞こえてきますので、もしかしたら川かもしれませんので、ちょっと覗いてみようかな。ね、ちょっと覗いてみましょうか。川です。ちょっとね、雨が降ってますので、ちょっと川の水はね、ちょっと濁ってますけども、川です。いやね、ちょっと段をつけてね、まあ人工的な感じでこう作られてますけどもね、この川のせせらぎいいですね。すごい音色、最高に癒されますね。ちょっとね、枯れたね、葉っぱ、草木が、草がたくさんありますけど、この岩肌、このね、岩がゴツゴツとたくさんこう転がってますけど、その間をね、縫うような感じでこう川流れてますけど、このね、雰囲気がむちゃ好きなんですよ。はい。いや、いいなぁ。よかったなぁ、ここ。ねえ。すごいこう素敵なとこをね、私見つけました。川の流れね、せせらぎをね、せせらぎが響き渡るこのね、自然のね、はい、山あいのね、中にぽつりと、はい、祀られておりました。こちら、若八幡って読むのかな？もう何度も何度も私、若って呼んでますが。じゃあ今 Google ナビで調べればいいじゃないのっていう話でしょ。ねえ、調べません。なんでか突撃ですので、これはね、はい。ね、これもね、含めて楽しんでいただければなって、何を含んでみたいなね。簡易トイレありました。ねえ。はい、よし。まあ、ということでね、こちら大分県中津市山国町のね、ちょっと一歩入り込んだ道をね、走行してましたら見つけた、はい、こちら神社ですね、八幡宮でございますけども、いかがでございましたか。よかったね、下の鳥居から、石段の途中からなんかこう石を敷き詰められたようなこう通路に変わり、で、一つ目の鳥居の横に大きな御神木がございました。で、それを抜けると目の前にまた道路走ってましたけども、その道路を横切った先からはまたね、石が敷き詰められたようなこのね、通路がずっとこの二つ目の鳥居にまで続くと。で、その鳥居をくぐった先が、はい、今見えてます。こちらですね。狛犬様がお待ちしておりまして、はい、目の前にこちら本堂があるという、ね、まあこういったね、風景がずっと繋がっておりまして。いやー、いい感じのなんかね、神秘的でもございますし、そしてまたこの、自然のね、この恵み。ね、何の恵みをいただいたかって、この山あいのこの緑からね、新鮮な空気が、酸素が、ね、ブンブンとね、製造されて、流されて、ふわーってきておりますので、ああ、いい香り、山の匂いがするや。はい、ということで皆様動画最後までご視聴していただきありがとうございます。もしよろしければいいね、グッドボタン押していただければなと思います。でね、チャンネル登録まだですよという方はぜひぜひチャンネル登録お願いいたします。もうね、ほんと地味なね、ぶらり散策系の動画を中心に私絶好調荒木活動しておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ではね、皆様、絶好調の荒木からでした。では皆様、たねー。ハハハ。